残量不足構成反応活動停止構成反応出力停止邪魔をするな出力停止特定反応活動停止警告エネルギー残量不足まだ特定反応なし私の言った通りだ。あのような兵器は見たことがない。喋らないで。すぐに傷を塞ぎます。なんなの？あれ？ベルトランド隊、陛下の盾となれ。下がってろ。俺が行く。および無数の火器反応を確認。国王とクロエを守れ命令戦略的に戦闘可能な個体を確保することが戦略的優位を確立するものと提言シールドレス2人を守れ来るぞ
警告、エネルギー残量不足。出力。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 視界がない相手にはブラインドサイド不可能。警告、エネルギー残量不足。視界がない相手にはブラインドサイド不可能。警告、エネルギー残量不足。警告、エネルギー残量不足。出力。5、警告、エネルギー残量不足。出力。朝日、警告、エネルギー残量不足。出力。警告、エネルギー残量不足。陛下の馬は？ダメ、もう走れない。デュマ、なんで国王とクロエについていなかった？該当個体の防衛に専念することは全体の生存率の著しい低下につながると判断した。はあ？何言ってるんだ！継戦能力の低い国王とクロエという個体を守るためにベルトランド隊と呼ばれた継戦能力の高い多くの個体が活動を停止した。大多数の生存戦略に資さない2個体を守る意義を私は見出せない。レティシア、行け。ここでお前が生き残れば血はつながる。王家は滅びぬ。できません。ならん、行け。全てはバルダーを、防衛軍を統率できず敵の力を見誤ったわしの落ちた。だダメです。陛下、立って歩いてください。少しでも王都に近づくんです。揉めてる場合か。このままじゃ全滅だぞ。レイ、待った。デュマ、今は国王とクロエを守れ。それが俺たちの生存可能性を上げる最良の手段だ。指示を分析、反復、了承、新プログラム展開。無理はしないで、約束。消滅を確認。何だったのだ今の力は。こんなことができるならなぜもっと早くやらなかった。そうすれば
ベルトランド隊の奴らは死ななくて済んだんだぞ。構成反応を検知。おい、北方より無数の構成反応を検知。警戒態勢を。北方、北方だと。あれは行け、王国の地を踏み荒らす者ども、一人たりとも生きて帰すな。おじい、帝国軍など恐れるに足らん。進撃せよ。国王陛下、レティシア殿下、ご無事ですか。カナス大将、バルダーが抜かれたと聞き及び、急ぎ駆けつけましてございます。間に合ってようございました。カナス大将、バルダーにベルトランド大佐が伝軍として残っております。お早く援軍を。控えよ、王爵閣下はすでに手を打っておられる。海側からもテオ将軍が軍艦を率いて帝国海軍と交戦中だ。あ、助かったのか。ええ、そのようです。でも陛下、どうぞこちらへ。馬を用意させております。あ、ちょっと、まだ治療が。引っ込んでおれ。陛下の玉体は公爵閣下の瀬良理術師が直し申し上げる。あまり良い助かり方ではなかったかもしれません。大変なことになったな、テオニー。お前たちが無事でよかった。陛下は治療中で命に別状はない。ベルトランドもなんとか戻ってこられたし、最悪の事態は回避できたはずだ。でも多くの兵を失ってしまったわ。今後のことを話し合わなきゃならない。レティも参加してくれ。会議室で待っている。城に上がりましょう。どうしてこんなことに。オートには被害がなくてよかったですね。ええ、本当に。でも実際にどこまで被害が及んだのかは状況を確認してみないと分かりません。今は王城に向かいましょう。2階の会議室に向かいましょう。素敵な品ですね。と、城塞都市バルダーは完全に帝国の手に落ちた。この責任いかに取るつもりか。予想だにしない帝国の軍備に初手から劣勢でございました。
我らは難なく追撃軍を蹴散らしてみせたぞ。帝国軍の装備は何もかもが想定の上を行っておりました。手を出したのはバルダー防衛軍からだというではないか。こう焦った者をいさめられなかったのではないか。剣跡は後回しにしましょう。今は帝国軍の軍備を確認するべきです。我が軍がぶつかった帝国軍艦の大砲の性能は明らかにこれまでのものとはレベルが違いました。帝国軍は異形のモンスターを操っています。それに金属のつぶてを打ち出す武器を持った兵が大勢いました。聞けば大したことはなさそうですが。カナス大将、姫のお言葉を疑われるか。言葉が過ぎますぞ。問題の武器から打ち出されたつぶてです。騎士の鎧を打ち抜き即死させたそうです。帝国の軍備が信じがたい進化を遂げたことは確かです。現場の分析が不足している現状で再びぶつかれば大敗は免れません。敵にやられたのと同じように今度は我らがバルダーを攻め落とせばよい。不意を打たれさえしなければ負けるものか。それでは不要な犠牲が増すばかりです。とにかく今は国王陛下の回復を待ちましょう。それまでは各自戦の傷を癒すことに専念してください。皆さん、ご無事で何よりでした。今後のことでお話があります。ここでは何ですから理術管理にお越しください。ミダス様も心配しておられましたよ。素敵な品ですね。美術管理員は王城から出て東側だったか。うん、メルティア様のお話って何だろう。ミダス様が心配してくださっていたとは正直意外でした。ミダスさんは冷たい方ではありませんから。素直でもないですけれど。素直じゃないのもちょっと度が過ぎてると思いますけどね。メルティア院長が待っていますから先に理術管理員へ向かいませんか。あとミダスおじさんもね。無事だったか。その女がお前とエレナの連れか。ああ、クロエだ。クロエ、俺たちの仲間のミダスだ。あの、よろしくお願いします。アベラルド殿とエレナさんを心配するくらいなら最初から協力してくださればいいんですよ。くどい。俺はアベラルドの腕を治すためだけにここにいる。でしたら面白い話ができるやもしれません。なんだと。バルダーの戦いでは完全に帝国に上手をいかれました。ならば次は我々がその上をいかねばなりません。メルティア院長、もしや。ええ、レティシア様が旅立たれた原因であるあれを本格的に運用するべき時が来ました。
皆さん、どうぞこちらへ。何これ、ソリ？ソリにしてはごついな。船か？いえ、この気候は。メルティア院長、これはもしや飛行隊ではありませんか？さすがですね。おっしゃる通り、これは理術師を乗せて空を飛ぶ道具です。ミダス様が考案された理論をもとに私が試作しました。戦場に革命が起きますね。やはりミダスさんの才能は規格外です。理論だけだ。14年前の古臭い夢さ。それが完成まであと一歩と言ったらどうします？勝手にお前が完成させればいいだろうが。何度も言わせるな。俺はアベラルド殿の腕のためにここにいる。承知していますよ。では封が完成の最後の一歩のためにニルベス大陸に渡る必要があると言ったらいかがです？何だと？ミダス様はかつて古代不要理術を用いて風雅を飛翔させようとしましたが、それだけでは十分な飛行距離を実現できませんでした。先頃飛行距離と時間を大幅に伸ばすことのできる触媒が発見されたのです。その名もレビタス石。場所はニルベス大陸、トラッセン族の古代リモン遺跡です。俺を担いでるなら容赦しねえぞ。技術研究に関わることで私が冗談を言ったことがありますか？いいだろう、言ってやる。ミダス様、またアベラルドさんの腕のためだとか言うんでしょ？レティシア様、あんまり期待しない方がいいですよ。いつ立つんだ？あれ？それでは今すぐ琴の港町に向かってください。手はずは整えてあります。港で待ち合わせましょう。よし、それじゃ行こうか。待ってください、レイ。私はオートに残ります。え？これ以上クロエを動かせません。昨日まで投獄されていて、その後あの撤退戦です。その上ことから船でニルベス大陸に渡るとなると、万が一海上で帝国の海軍艦と遭遇した場合、非戦闘員の危険性は陸上の火ではありません。エレナさんのおっしゃる通りですね。私が残ればオートの状況をデバイスを通じて連絡することができます。それにクロエには今デバイスがありません。これから先最低限この国の言葉や文化を覚える時間が必要です。クロエならば短期間でも学習は可能なはずです。確かにな。わかった、頼む。素材を取りに行くのにエレナさんがいないのはちょっと心細いけど。いえ、こちらからもお願いします。叔父上たちも決起に流行って何をするか分かりません。こちらのことが分かれば安心できます。滞在する間は技術管理員をご自由にお使いください。不自由のないように取り計らいます。感謝いたします、メルティア院長。他にも帝国の軍備で気になることがあるので、撤退戦の情報を共有できればありがたいのですが。もちろんです。琴の港で待ち合わせましょう。私もすぐ行きます。
ミダス王子さん、あんなに嫌がってたのに、なんで急に王国のために何かしようって気になったんだろうね。俺は理術研究のために動いてるだけだ。だってフーガが反省したら、ミダスおじさんが嫌いな王国や騎士の人たちが助かるじゃん。そういえばミダス、前にニルベスのことを話した時も詳しそうだったもんな。うるさい、お前らに何か損があるか。黙って歩け。そこで後継反応活動停止。警告、ベトキャ後継反応出力は回復する。構成反応発動停止。警告、押し通ります。構成反応発動、出力警告、エネルギー残量出力シュート。構成反応警告、エネルギー残量不足。死力を果たせ。死ぬわけにはいかん。琴の港町は南東の方角だったな。用を済ませたらさっさと向かうか。了解。やっぱりか、ちょっと止めよう。発動停止。アクセラレーション。前方敵だ。警告、エネルギー残量。素敵な品ですね。メルティア様が待っているはず。町の東側にある軍港に向かいましょう。
ておこう。テオ、よう、なんか妙なことになったな。ニルベス大陸に向かうにはコト海峡を越えなければなりませんから、テオ将軍にも協力していただきました。そっか、バルダーがああなる前から帝国海軍がうろついてたんですもんね。それだけじゃありません。どうやらコトを威圧していた帝国海軍はニルベス大陸侵攻部隊の石膏だったようなのです。なんだと？なんですかいきなり。いや、すぐにでも立とう。バルダーの戦いの直後で帝国軍もまだそこまで落ち着いていないと期待しよう。ああ、頼むぜ。今のニルベスがどんな状況なのか全くわからない。しっかり準備してから声をかけてくれ。出航準備はできたか？よし、出航だ。オーシディアスとニルベスは国交がないって話だったよな。だとしたら俺たちも不法上陸ってことにならないか？なりますね。なりますねじゃないですよ。私たちまで侵略者だと思われたらどうするんですか？そうならないためにミダス様に来ていただいたんですよ。余計なことを言うな。ミダスおじさん？さあ、まずはトラッセン族の居住地を目指しましょう。話はそれからです。なあレイ、レティのことを頼んだぞ。どうした改まって？ああ、そのお前たちがニルベス大陸から出たいと考えても、不測の事態で俺がここにいられなくなるかもしれないからな。帝国海軍とかに見つかったりとか。任せておけ。俺はこの星に来てから不測の事態にしか出会ってないからな。頼りにするぜ、ホント。トラッセン族の集落はここから南西方向。メルティア様、トラッセン族ってどんな人たちなんですか？威力に優れた種族です。我々とは肉体の作りが異なる優秀生殖だけです。異能生殖と呼ばれる核を分野する人が死を呼ばれているのです。ニルベスでは最も有力な種族の一つ。ミダスおじさんはその人たちと何か交流があったんですか？ニルベスの来ることが決まってからなんかずっと変だよね。トラッセン族の数はきっと理由も分からず。あれ、アミラルドさんにも何か緊張してる？いや緊張しています。どうしちゃったの？これ以上は警告、エネルギー残量です。ちょっと待って、もう出力警告、エネルギー残量です。出力圧力警告、構成反応、活動停止。素敵な品ですね。
敵な品ですね。品ですね。少数の火器反応を検出。警戒態勢を。この音、帝国軍の銃の音だな。近くで誰かが。ほい。生命維持に危険な行動を検知。単独で該当反応に接触することは推奨できない。便利なオーブですね。ぜひ研究したい。言ってる場合か。みんな行くぞ。マルキア。その声はあなたか。さて、倒れないように、今は戦闘に集中しましょう。視力低下。さすがの強さに。よし。そこね。敵剣の座。安全は覚悟された。マルキア、無事か。ミダス、お主本当にミダスか。ああ、そうだ、マルキア、無事でよかった。突然飛び込んできたから、帝国軍の新手かと肝を冷やしたぞ。あ、すまん。良い、良いのだミダス。嬉しいぞ、よく来てくれた。ああ、なんだ、随分と年を重ねたな。お前はまるで変わらないな、あの頃のままだ。世辞でも嬉しいが、私も私なりに年を重ねた。ところで、お主の連れが事情を知りたそうな顔でこちらを見ておるぞ。何やら邪推されておるようだが。ほっとけ、相手にするとつけ上がる。そうも行くまい、お主の連れだ。何やら事情がありそうだし、それに懐かしい顔ぶれもおる。まこと人の子はわずか見ないうちに大きくなるものだな。久しいな、レティシア王女。私のことを覚えていていただけるなんて光栄です、マルキア様。立派に美しく育った。そして少年、よくぞ立派に育ちニルベスに参った。歓迎するぞ。少年、マルキア様のおかげで今日まで無事生きております。それは良かったと言いたいところだが、調子は良くなさそうだ。お見通しでしたか。14年前に分かたれた我が骨格が近づく気配は察しておった。よもやミダスが共におるとは思わなんだが。骨格、あ、もしかして14年前に失われたアベラルドさんの腕の素材って。歓迎するぞ、ミダスとレティシア王女、そして勇敢な少年の仲間たちよ。我が名はマルキア・トラッセン。このニルベスの地に根付くトラッセン族の族長である。ついてまいれ、我らの集落へ案内する。
積もる話もそこでしよう。族長と知り合いだなんて最初から言っておけよ。お会いできるとは思っていなかったんです。まして歓迎していただけるなんて。どうしてですか？すごく優しそうな人だし、御堂掃除さんとも親しいっていうか特別な関係っていうか、うん、だからこそ、もしかしたらオーシリアスの王族のことをよく思っていらっしゃらないと思って。例の三賢者と王室の確執に関わってるのか？ミダスもレテシオ王女も14年前のことを仲間に話しておらんのか？ああ、いや、私は物事の席が誰にあるかを冷静に見極めているつもりでいる。ここが我々の集落だ。そして帝国軍に対抗するための基地でもある。帝国軍は何のためにニルベスに侵攻しているのですか？そういったことも我が家にて話そう。後ほど来るがよい。集落の者たちにも皆を歓迎するように言っておく。